2023年5月の4日、ゴールデンウィーク真っ只中でございます。はい、で今日はね、秩父に向かってます。ちょっとお誘いをいただきまして、古くからね、あの知り合いだったタマピさんっていう方がいるんですけど、昔ね、あのイタ車乗ってる時ね、同じイタ車乗ってて、はい、あのランチャーデルタインテグラーレエボロツヨーネっていうね、あの下神様の名前の車なんですけどね、その頃ね知り合った方なんですけど、でね、タマピさんバイク乗ってるんでね、今日はお誘いいただいてちょっと一緒にツーリング行ってきます。もう一人ね、タマピさんのお知り合いの方でね、名前は言っちゃいけないのかな、この方もね、同じ車、ランチャーデルタインテグラーレエボロツヨーネっていうのにね乗ってまして、はい、私ねお会いしたことないんですけど、同じね車乗ってたっていう、それだけでねなんかつながるっていうのは あるあるですよね。はい、なんでね今日ね3人でバイクで走ってみたいと思います。狭山日高インターを降ります。狭山日高右を左方向です。 OK、 1630円。はい、到着しましたよ。足つき性めちゃくちゃいいっす、ね、めちゃくちゃいいっす。歩いて取り回しができる。そうそうそう。はい、じゃあ今日はタマピーさん、はい、とマサさん、はい、と3人でツーリング、はい、行ってきます。お願いします。はい、行きましょう。行きます。はい、異色の組み合わせの3台ですね。でもあれですよ、インナー V 型2気筒ですよ。ああ、そっかそっか。昔はドカティは L 型って言ってたんだけど、最近 V に自分で言うようになっちゃったんですよ。ああ、そうなんですか。これはパニガーレ V2 って社名なんです。ああ。この頃はまだ L って言ってたんだよね。うん。このフレームに直接エンジンくっついてぶら下がってんのがかっこいいですよね。そうなんですね。うん。フレームがやっぱりかっこいいですよね。ね。ツインガーモピポットがエンジンなんで。ね、ほんと、直結。まあ、気温25度ですね。25度。埼玉に住んでたけど、秩父はゴルフでしか行ったことないな。埼玉住んでたんだ。埼玉はね、戸田市に15、6年いましたね。パターンのデルタはディーラー車ですか、うん、ディーラー車ですね。ライトが大小異形の、ヘッドライトだけはあの本国仕様に変えてたけど、プロジェクターに、プロジェクタータイプ、センダーのウインカーがねちっちゃくて丸いやつ。あ、そうそうそう、懐かしいな。そうだそうだ、当時はあの大きさだとなんかあの照射面積が足んなくて車検取んなかったんで。ああ、だから車検の時僕ガレータに出してたんですけど、上からカバーとか出て、うん、なんかウインカーでかい。ああ、なるほどね。僕デルタのねアルカンタラのシート2脚だけね家にあるんですよ。デルタのシートは家族には好評でしたね。あ、乗っても疲れないって。うん、あれ椅子だけ今売れるのかな、邪魔くさいんだよな。余裕で売れると思うよ。うん、まあ、ハンドル低いよりもなんかハンドルが遠いのが気になったな。うん、ね、タンクがすごい長い。ああ、なるほど。長いから着座位置も後ろの方だから、うん、うん、僕は最初にこれに乗っちゃったからママチャリ感覚だからね。大型は取らないよ。いやー、よく言われるんですけどね、けど今なんか欲しい大型がないというか、距離幅やるんだったらツアラーとかのがいいんじゃないかな。うん、いや、それもねよく言われるんです。確かに楽なんだろうけど、車検とかは別にいいんですけどね、まあオイルやらタイヤやらがねやっぱり大きいバイクだと高くなるから。でもオイル交換で3万円コースですから、ね、いやいやいや、すごいわそれ。純正指定なんで、うん、リッター4600円かな。おー、すごい。その車なんか9リッター入るっていう、うん、すごいすごいな。僕も長距離走るときはもうプロムなんで、うん、はいはい、これではあんまりもうはいかないんだけど。いや、燃費もね、やっぱりでかいバイクでガソリン代がすごいきついだろうなって。これでリッター16とか7だもんな。16、モンキーだったら70走るんだけど僕のね、これ普通に遠出かけると27、8。僕のは普段20ぐらいだけど、ええ、ちょっと遠出すると20規模が。ああ、すごい。あのね、全然速くない。
こっちに来てから野営してもスルーされることが多くて。ああ、それね、場所によりますよ、うん、そうなんですかね。これから有馬ダムっていうところに行って、そこから足学部行くんだけど、足学、道の駅足学部ってめっちゃバイクが集まるところなの。国道299号入ったら多分野営だらけになる。ああ、そうなんだ。まあ、去年赤城行った時もあんまり野営なかったね、東京まで。そうだね、郊外から外れたところから始まるんじゃない。うん、まあ、例えばうちの近所だと箱根とかよりむしろ道志道の方が野営率が高いですね。なんかね、あのビーナスラインって1本じゃなくていっぱい分岐してんだよね。あ、そうなんだ。霧ヶ峰ってところがあの、うん、道の駅みたいなのがあって、まあ、中心地になるんだけど、そこから南に行くのか北に行くのか、うん、東に行くのかみたいな感じで道が分かれてるから一筆書きでは走れないかな。うん、なるほど。九州出身なんだけど、去年、大きいで、帰省するついでに、あととかや、山陰の方行ってきてました。いや、ほんと良かったですね、九州。あの、阿蘇にね、ひばりガレージっていう YouTuber さんがいて、そこに遊びに行って、なんか、めっちゃ話し込んで、割と買ったばっかりのダックス125乗ってみますって言われて、利用させてもらったり。僕はね、阿蘇は冬に行ったので、あの景色が抹茶っちゃだ、茶色だったんだけど、うん、緑の時にも行ってみたいな。よいしょ。はい、有馬ダム到着しました。すごい、バイクもいっぱい。こんな感じでね、バイクと一緒に湖面が全部、湖面というかダムが取れる。めっちゃ綺麗です。ドゥカティ2台とホンダのアメリカン異色すぎる。すごいすごい。元埼玉県民でしたけどね、来たことなかったです。私この間51になりました。50超えるとあっという間に60になる。あっという間に。あの私生活が充実してると時間が流れるのが早い。バイク乗ってる人はなんか平均して若いですよね。おじいちゃんライダーでもなんか体はしっかりしてるからね、うん、意外とね、バイク乗るだけで全身運動だし、うん、頭も使うし。そうですね。道の駅果樹公園足学部。めっちゃバイクいます。止めるとこはないぐらい。さすがゴールデンウィーク。はい、出発。なんか外気温計が30度になってるんだ。気のせいかな。気のせい、あの見ない方がいいです。この辺は景色がいいんだけどな。いいっすね。あの町に入りました。はい。タマピさん、コーナー曲がるとき見てるとやっぱりヘルメットのね、向いてる方向がかっこいい。うん、そうですか。
出口方向をちゃんと見てて速そうな人の走り方。よいしょ、寝るとこないかな。よいしょ、疲れたんでした。はい、お疲れ様。あとは列に並ぶだけですそこにはみ出てるけど さんがいない。あ、見た、いたいた。なんかね、よくね、車に譲られるんですね、これ乗ってると顔が怖いのかな。顔が怖いんでしょう、きっと。デルタもなんかよく譲られたよね。あー、うん、わかるわかる。よくしょ。僕はここを左に曲がりますよ。13をね、左に曲がります。あ、なるほど。じゃあ僕はまっすぐってことですね。うん、マサさんのエンディングは取れるな。ずるい。ずるい。ずるい。はい。映像ではタマピーさんが映ってないんですけど、はい。タマピーさん実はもう別れちゃいました。こういうの必要ですね。GoPro が回ってないという、はい、声の声だけ出演で。じゃあ今日はありがとうございました。はい、また。お疲れ様です。はい、また走りましょう。はい。はい。はい。じゃあね、バイバイ。バイバイ。はい、タマピーさんとマサさんとね、秩父のツーリング行ってきました。道がね、やっぱりね、タイトなところが多くてね、お二人ともね、ドゥカティのね、スポーツモデルなんでね、もうひらひらと曲がってましたけど、あの無茶なスピードを出さなければね、マグナもちゃんとね、走ってくれるんで面白かったですよ。タマピーさん、マサさん、ありがとうございました。
はい、それではまたね、次の動画で会いましょう。バイバイ、またね。